マッシュー・リード・ハリソンはアメリカ合衆国ノースカロライナ州ダーラム出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在はフリーエージェント。ノースカロライナ州立大学への進学同意書にサインしていたが2003年6月の MLB ドラフトでアトランタ・ブレーブスから30名指名を受け進学を撤回してプロ入り。2007年にはベースボールアメリカ史から ブレーブスで、ジャロット・サルタラ・マッキア、エルビス・アンドラスに次ぐ3番目の有望株に選ばれる。2007年7月30日、マーク・テ・シェイラ、ロンメイヘイトのトレードで、サルタラ・マッキア、アンドラス、ネフタリ、フェリス、ボージョーンズと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。2008年は、参加の AA 級フリスコ・ラフライダーズでスタートし、5月18日には、ノーヒットノーランを達成。 6月にトリプル A 級オクラホマレッドホークスへ昇格し、6試合に登板。7月8日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー。ルーキーイヤーで9勝を挙げた。2009年からの2年間は伸び悩んだが、2011年は先発ローテーションに定着して自己最多の14勝を挙げ、レンジャーズの地区連覇に貢献した。2012年は オールスターにも初めて選ばれたが、メルキー・カブレラに本類名を浴びてしまった。シーズンではチームトップの18勝を記録した。2013年1月16日に5年5500万ドルで契約延長を行った。また、開幕投手を務めた。4月10日に下背の神経の炎症により、15日間の故障者リスト入りした。4月23日に手術を行い、 5月1日に追加の手術を行った。5月25日に60日間の故障者リストに移動した。残りのシーズンを全休し、この年は2試合の当番にとどまった。2014年、スプリングトレーニングに参加していたが、2月20日に下背のコリを訴え MRI 検査をするためにチームを離れた。3月30日に手術のため15日間の故障者リスト入りした。 4月から参加のマイナーでリハビリ当番をはじめ4月27日に故障者リストから復帰したが3試合の当番のみで5月14日に再び故障者リストに入ってからは復帰することなくシーズンを終えた2015年は前年の手術のため開幕から15日間の故障者リスト入りし4月9日には60日間の故障者リストに移行した六月から 実戦復帰し、7月4日から故障者リストから復帰した。2015年7月31日に、コール・ハメルズ、ジェイク・ディークマンとのトレードで、ニック・ウィリアムズ、ホルフェ・アルファーロ、ジェイク・トンプソン、ジェラット・アイ・コフ、アレク・アッシャーと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。しかし、フィリーズ加入後は、登板機会がなく、レンジャーズで残した3試合で、 防御率6.751勝2敗という成績が2015年の内容そのままだった。2016年4月2日に下瀬の故障で再び60日間の故障者リスト入りし11月15日に自由契約となった。かつては平均急速時速1 5 0トルのフォーシームとツーシームを武器とする速球派投手だったが故障がちになって以降はフォーシームが 平均時速1 4 4トル、ツーシームが平均時速1 4 0トル程度にまで低下した。他には平均急速時速1 2 2トルのカーブ、平均時速1 2 5トルのチェンジアップ、平均時速1 3 3トルのカットボールを持ち玉とする。2016年現在ではすべての持ち玉が前世紀よりも急速。 切れともに著しく低下している。2011年から基本球種をフォーシームからツーシームに変更し、さらに2013年頃からはツーシーム、チェンジアップ、カーブを中心とした技巧派のグラウンドボーラーとなった。そのため、脱三進率は低く、通算でも5.5程度である。また、前世紀の2011から2012年以外は基本的に よし、休率が高めで、請求難に陥ることが多い。ありがとうございます。